こんにちは、こんばんは。ヒゲの部屋です。本日は呪われた軍艦という話をしていきたいと思います。最後まで楽しんでいただけたら幸いです。それではどうぞ。かつて怨霊が取り付いているとしか思えないような軍艦がドイツ軍に存在していた。本来であれば敵船を沈めるためにある軍艦ですが、なぜ味方の方を次々と不幸をもたらすのであろうか。初めのうちは偶然事故が続いただけだと思われていた。しかしそうでない出来事もやがて起こり始める。1916年、第一次世界大戦の真っ只中、この年ベルギーのブッシュ創造船は24艘の新船を作っていた。その中に後に呪われた軍艦と異名を取る U65 号がいた。 U65 は建設の段階から不慮の事故を巻き起こしていく。ある日船を作るところで U65 号を取り付けるため大きな鉄骨のクレーンを動かしていたところ、突然チェーンから外れ、鉄骨がそのまま外れて落下してきた。ちょうど下には2人の作業員が雑談をしており、鉄骨は2人に直撃した。1人は即死、もう1人は両足が下敷きになり両足を潰された。彼の膝から鉄骨を取り除こうにも滑車の装置が壊れており、救出するまでに1時間ほどかかった。その後すぐに病院に運び込まれたが、結局助からなかった。そして半月後 U65 は完成した。ある日進水式を間近に控え、3人の作業員がディーゼルの再点検のために機関室に入っていった。だがしばらくして機械室の中から彼らの助けを呼ぶ声が聞こえてきた。壁が動かなくて閉じ込められてしまったようだ。周りにいた作業員たちが駆けつけ、扉を必死になってこじ開ける。その中にも中から助けを呼ぶ声がどんどん小さくなっていった。やっと扉が開いた頃には閉じ込められていた3人は有毒ガスで死亡していた。だいたい扉が開かなくなった原因も不明だが、どこから有毒ガスが漏れたのかも不明だった。丹念に整備が行われ、ドックからも完全に大丈夫という保証付きで再び U65 は出航した。初の任務は決められたコースを回るパトロールである。しかし初の任務はうまくいった。コースを回り U65 は無事ブルージュ港へと帰ってきた。ここで食料と弾薬、魚雷を積み込み再び出航する。また出航しようとしていたその矢先、今度は荷物で積み込んでいた魚雷が突然爆発した。艦内と交番5人の死者が出る大きな事故だった。積んでいた魚雷が爆発するなんて、この船絶対に呪われている。乗務員たちは口々に噂し合った。この事件の犠牲者の一人、二等航海士のシュワルッツという男がいた。シュワルッツを含む5人の葬儀が行われ、 U65 はまたもや修理のためにドックへと入った。次の出航の日も決まり、その数日前乗務員たちは修理を完了した。 U65 に改めて全員集合させられた。これより点呼を行う。前回の事故で死亡した5人に代わって新たに5人のメンバーが加わった。これで総員は31名になる。次々とタラップを登っていく姿の指揮官が横に見ながら人を数える。29 30 31 32、一人多い。最後に登っていったその男は指揮官に見覚えのある男だった。あれは紛れもなく先日魚雷の事故で死んだはずのシュワルッツだった。
そんなバカな。指揮官は目を疑った。いや、そんなあるはずがない。見間違いだ、数え間違いだ。そう思うことで指揮官は自分の心を納得させていた。艦長と新任の乗組員が士官室に来た時、士官室のドアが突然開けられて、一人の二等海兵が取り込んできた。艦長。ノックもせずにドアを開けたことにムスとした艦長は、上長への礼儀はどうしたと怒鳴り返した。すみません、今たった今ですが、この間事故で死んだシュワルッツを見ました。彼がこの船に乗り込んでいました。バカな、そんなはずはない。誰かとシュワルッツを見間違えたんじゃないのか。いや、確かにシュワルッツでした。ペーターゼンも見てました。ではペーターゼンにも話を聞こう。彼にここに来てもらうように言ってくれ。それがペーターゼンはショックのあまり腰を抜かして震えておりまして、艦長が交番に登って震えているペーターゼンに話を聞くと、あのシュワルッツが確かに交番を歩いてへさきまで歩いていったそうだ。そこでじっと海を見ていました。間違いなくシュワルッツです。でも瞬きした瞬間に消えていたのですと、パニック状態になっている。誰かのいたずらではないかと艦長は全員に問いただしたが、誰もそんなことする理由はない。もともと事故続きの呪われた船として恐怖心を抱いていたペーターゼンは、このシュワルッツを見たことが決定的となり、呪われた船に乗るぐらいなら逃げると言い残して行方をくらませてしまった。 U65 は1919年の末までに敵艦を何機も沈め、イギリス海溝のパトロールも任務をきちんと果たしていた。しかし乗組員の恐怖心は一切収まることがない。ある航海士がまたもや交番を歩いてきてさまよっていき、そこで消えてしまった人を見た。仲間に話すと絶対それはシュワルッツだと言われた。艦長に話したが、錯覚だ、何かの間違いだ、怖いと思ってるからそんなものが見えるんだ、この小心者が、と逆に怒られた。しかしある日、艦内の航海士が交番の上で座り込んで怯えきっている艦長の姿を目撃した。艦長もシュワルッツを見たようだ。俺の船は絶対悪霊に取り憑かれている。だが艦長はシュワルッツの噂のことを知っていても、それを自分が見ても絶対に認めようとはしなかった。逆に怯えている人間を腰抜け、小心者と怒り飛ばしていた。立場上そうせざるを得なかったのだ。しかし U65 が物資や運搬、船内の整備に港へ寄った際、敵軍機の奇襲で艦長は即死してしまった。1815年5月 U65 はイギリス海溝からビスケ湾に向かって出航した。新メンバーによる初出航である。しかし不慮の事故は相変わらず続いていた。出航して2日目でいきなり魚雷鉄砲が暴れ狂って暴発を始めた。仲間が取り押さえて鎮静剤を打ち、一旦おとなしくなったものの、船が浮上している時に魚雷鉄砲を気分転換へと仲間の交番へ連れて行ったところ、魚雷鉄砲は突然交番を走り出し、そのまま海へと飛び込んだ。海がしけて船が大荒れしている時に機関主任が転んで膝を骨折したり、浮上してイギリス商会の交番砲と攻撃している最中には攻撃手が高波にさらわれて行方不明となったこともあった。また敵機と遭遇して逃げ切ったと思って浮上した途端、爆撃を浴びせられるというミスもあった。新艦長もこの船が呪われた船だということは十分聞いていた。艦内でも不慮の事故が多いのに、その上敵との対戦ともなったら、今度こそ全員死ぬのではないか。艦長にも乗組員にも不吉な予感が走る。
U65 はなるべく敵と会わないように心がけながら慎重にキロへと帰った。ようやくゼーブルージュの基地に帰り、全員がほっとした。今回の任務は終了し、乗組員のうちリュウマチを背負っていた男が船を降り入院することになった。数日後、再び U65 は新しい航海へ出ることになる。そして次の出発を明日に控えたある日、リュウマチで入院している仲間の見舞いに U65 の乗組員の一人が病院を訪れた。明日また U65 で出発する。万が一のことがあったらこれを妻に渡してくれ。そう言って入院している仲間に何か包みを残した。ああ、わかった。船を乗る以上いつ死んでもおかしくない。そのことはお互いに十分わかっていた。そして2ヶ月後、1918年7月31日、ドイツ軍本部は U65 が消息を絶ったと発表した。入院していた仲間も病院でそのニュースを見ていた。予想はしていたが、ついにそれが現実のものとなってしまった。U65 に関しては、最初の手がかりは何もなかったが、後日敵国であるアメリカの潜水艦の艦長も、海上で爆破する U65 を目撃したという報告が入った。その時、アメリカ潜水艇 L2 号は、アイルランド西をパトロール中に、偶然海上に浮かぶドイツ軍を見つけたという。潜望艦で覗いてみると U65 という番号を確認したそうだ。当時アメリカとドイツは敵国同士である。すぐに攻撃態勢に入った。あとは魚雷を発射する艦長の命令を待つだけという状況になった瞬間、海上の U65 は突然爆発してしまった。攻撃前に目的が自爆を起こし、アメリカ側も艦長も訳が分からなかったという。入院中、仲間のニュースや報告を聞いていたが、その中の一つに非常に気になる部分があった。アメリカ側の艦長が最初に潜水艦を見た時に、交番に一人の男が立っているのを見えたという。そこに立っていた男はシュワルッツではないのか。ついに全員を潜水艦ごと道連れにしたのではないか。入院中、仲間はそう考えざるを得なかったそうだ。以上である。